はい、清水です、いつも動画を見てくださってありがとうございます。サノエという曲をね、やってみたいと思います。この曲は本当であれば、ロー G っていうね、4弦を、1オクターブ低い弦に変えてやると、まあ、感じがいいんですけども、まあ、僕はこのハイ G のままね、やってみたいと思います。ちょっとゆっくりめにやりますんで参考にしてみてください。いきます。難しいところも、何箇所かありますけども、最初はねゆっくり、できないところをね中心に練習してみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。